今乗ってるのは X4 ですね、フォーダークーペの SUV 版ということで、このスタイリッシュな、フォーダークーペの SUV というコンセプトはやっぱり X6 から始まった、BMW の非常にユニークな、車体コンセプトですね、デザインあるいはスタイリッシュなものと SUV という機能を融合させた車として世界でも非常に今人気の車種です。エンジンは428なので2リッターターボ、でも BM のエンジンはなんか2リッターでも3リッターでも本当に気持ちよく走りますね。一応 X4 なので、4WD が乗ってますね。今こうレンジローバー乗ってますけど、そのレンジローバーオーナーから見てこの X4 は非常に魅力的です。エンジンも悪くないし、何よりもランフラット入ってますけど乗り心地がいいですね。レーンキープのステアリングの振動が来ましたね。ちょっと視界が悪いですけど、ヘッドライトをターンオンして、周囲の車に自分の車の存在を知らせます。ライト早めに点灯。日本車だとこういう時にライトをつけるとなんかこの辺がかえって暗くなっちゃって、昼間デイライトをつけにくくなっちゃうんですね。背が高い SUV だけど非常にハンドリングはいいですね。そんなにロールも気にならないし、最初に出たての X5 の時は高速道路を本当にレーンチェンジするのが怖かったですけどね。そういった意味で、非常にこの X4 はスポーティーに走れます。